さあ今日は徳山モーニングです。今回は裏階級を使って船券考察です。さあ今回ですね、こちら徳山1レース、はい、こちらをやっていきたいと思っております。はい、新入校でのですねこちらモーニングです。はい、ここですね、まあモーニング皆さん知ってると思うんですけれども、徳山のモーニングは、1号艇に A 級選手、あとは B 級選手というシードレースになっております。もうインがガチガチに来るよっていうようなことを匂わせるようなレースになっております。ただですね、今回ですね、お題に挙げた、裏階級で今回は船券を考察して船券を買っていきたいと思います。はい、まあ裏階級というのはですね、まあどういうことかで言うと、これ前の選手 A2 選手なんですけれども、これですね、2期連続ぐらいですね A2 なんですけれども、いつもは B1 の選手だということ、あとは他の選手も、B1 な表示なんですけれども、これ A 級選手が紛れているという番組構成になっております。はい、なのでそれを裏階級ということですね。ただいま表示されている階級のことだけでは、その選手の力量を測れないよっていうところですね。ここって結構大事なので、僕は毎回見るように、知らない選手はね見るようにしてるんですけれども、この辺で今日は船券を買っていきたいと思っております。はい、うん、もちろんね満州チャレンジという形で2月の企画でやりたいと思いますので、はい、うん、まあスタート一緒、まあ今日は本当徳山穏やかな水面ですね、うん、ということで、この後で予想していきましょう。さあ予想していきましょう。はい、今回ですねここ徳山を選んだ理由としては、裏階級という題名でやっていこうと思います。まあ裏階級というのはどういうことかというと、それぞれの階級があると思うんですけれども、その階級はですね2019年の階級となっております。半期で毎回階級が変わるんですけれども、それをちゃんと調べないと意外に落とし穴があるよっていうところを見せれればいいかなと思っております。簡単に言うとですね、このレースは徳山のシードレース、1号艇に A 級選手、あとは B 級選手という番組構成なんですけれども、1号艇の前田達希選手、階級がですねほとんど B1 が多い選手なんですよね。なので A2 と B1 の間ぐらいの選手で、2号艇の上条選手はですね、まあ B1 が多い選手そのままです。まあ年齢もいってますので。そして3号艇の向井選手は A2 と B1 の間ぐらいの選手、今季は B1 という形。4号艇の岡選手はですね、この前3号艇特化型という形でご紹介しましたけれども、もともと A1 です。ただまあ、SG とか G1 にも出ていなくて、今、まあ、F で B 級に落ちちゃったという形もあるので、ちゃんと知ってないとこれ変われない可能性もあると思います。もともと A1 と A2 の間ぐらいの選手、長谷川選手も A1、A2 の間ぐらいの選手となっております。ということで解明をこんな感じにしてみました。はい、今回外指定なんですけれども、月末までですねもうやれる回数が限られてきますので、外しを1、5、6にしました。攻めます。頭が2の場合は、1、3、4、1、3、4、6、ここを押したいと思います。そして、3まくりという目で3、1、4、あと岡選手の、まあ、差しまくり差し、岡選手はどちらかというとまくり差し差し、まあ、自在系の選手でもあるので、どちらも買ってきました。さらに今回は追加という形で、1号艇の前田選手の2着付けの前通りという形です。前田選手はですね1着率1号艇から 27%、 これかなり低いです。3連帯は 77% なんですけれども、これね意外にあるかと思っております。なのでまあこのレースを選んだのもあるんですけれども、ここを期待したいと思います。そして3のまくり切り、4のまくり切り、1外しという形で買っていきました。52点の6000円勝負になっております。まあ、今回ねまた陰強の徳山を選んだんですけれども、ここ1号艇でかなりもう押されてます。1、2、1、
3-1-4もうそこで固まってますけれども、展開的にはですね、上条選手の差し、これが本戦と向井選手のまくり。向井選手はですね、3コースが結構得意な選手で、3コースからの1着率 22%、 これまくりでいくと思っております。前田選手もですね、3コースに負けることが一番多いという形になるので、前田選手も2コース3コースに負けることが多いです。まあね、徳山でもあるので、イン逃げというところもあるんですけれども、僕はレースを選ぶ上でちょっとでもチャンスがあれば買うというところで選んでいきましたので、その辺が出ればと思っております。月末までちょっと攻めた船券にしていきたいと思います。ではこの後、レースの方を見ていきましょう。さあ、レースが始まりました。進入固定のレースになっております。はい、まあね、徳山のモーニングといえばね、懐かしいですね。僕の最初の方のもうめちゃめちゃ面白くない企画でやってましたけれども、はい、朝一だけやるというね、レースやっておりましたけれどもね、インからまあ強いので、やっぱり大きなね配当が出る可能性も裏には隠されてると。まあ面白いですよ。まあでもね、徳山であんま荒れるっていうのね、ほんとね苦手なんですよ、僕徳山が。なのでね、ここは攻めたいと思います。はい、まあ、前田選手、1号艇の前田選手だけ、2選手、まあ、ただ B1 が多い選手でもあるので、まあそこは他の選手がですね、まあ、裏階級が上位でもあるので展開向いてくれればと思っております。で、今日水面は結構穏やかなので、これ結構全速でもいけるかなと、まあ、展示の雰囲気から見て勝手に思っておりますけれども。で、ちなみに岡選手は4コースからは1着率 28.5% で、3コースの向井選手は 22.2%、 上条選手、長谷川選手、山口選手はまあ 0% の1着率ですね。岡選手に関しては3連帯率 85% あるんで、まあ差し回りになれば連帯はあるかなと。まあそこがありますよね。まあ、ただこれ本当にまくってくれればという形です。27% の1着率はもう本当に得意ではないというところに見ちゃいますよね、どうしても。6が行ってる。お、あ、これはちょっとまずいぞ。まくりきれない。届くか届くか届かない。攻め手がいなかったな。よし、そのまま追いつけ。あ、浮いた。よしよしよし、2マークまであるよ。ある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 。まだわかんない、まだわかんない。結構モーター的には岡選手は上位で、前出選手が中堅らしいですね。これ、打ち差しで。いける。いけー。これね、ああ、そこ、まあ、まあ、そうですね。まあ、5が来れば、本命。お、ちょっといた、あ、いやー、展開なかったですね。というか、まあ、展開なかったというか、まあ、一直線でしたね。というところで、1-4は結構つくかもしれないですね。1-4-5はつくかもしれないです。2はちょっとつかないと思いますけども。はい。瀬川選手は、まあ、もともと A1 選手でもあるので、まあ、格上だと思います。で、上条選手の方がモーター出ているんですけれども、まあ、その辺は、まあ、14倍。まあ、本命サイドのちょっと、オッズ良くなりましたね、3着付けで。いや、まあワンチャンあると思ったんですけれども、ここは残念です。はい、ということで 1-4-5 でした。まあスタート揃って展開なくという形ですね。前田選手はもともとスタート早い選手なので、1470円というところで負けてしまいました。はい、まあでも月末まではこうやって攻めて回収率をね 150% 目指してやっていきたいと思いますので、階級もですね、今回は B1 だけどいつもは A1 みたいな SG を出てない選手だと結構わからない部分もあると思いますし、銘柄級の選手ではなく
中堅の選手とかだとわからない人もいるので、オッズ的に美味しい場合がありますので、まあ、その辺もしっかり調べると船券に役立てるかなと思っております。で、今回までですね、まあ、インツ用のジョーも選んできましたけれども、次回からはもうインが弱いジョーを攻めてどん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 レースの方やっていきたいと思いますので、次回もお楽しみください。それではシュガーでした。